はい、皆さんこんにちは、マッスーと申します。というわけで今回もね、東方自然の実況プレイシャープ30、3か4ぐらいですよね、多分ね。あ、3は上げたんだ、そう、3、3上げたから多分3、4ぐらいですね。じゃあ早速やっていきたいと思います。前回のパートで、マリサとハッチャンが、まあ、帰還しちゃったって感じのところで終わったんですよね。で、体力回復しないまま残った5人がここにいるんですけども、このまま行って大丈夫なのかな。回復ポイントはちょっとさすがに欲しいなとは思うけど、あ、西の洞窟に、あ、これ一回回復じゃしてから行こうか。ちょっとね、めんどくさいからね、セーブポイントとか使わずに、もう人里のとこ休めるだろ、どうせここで。よし、20金ぐらいいいよいいよ。持ってらっしゃい。行ってらっしゃい。さあ、さあさあ、西の洞窟に多分これ向かって、多分どうせまたあれだろうな、奥に強いボスがいるんだろうな。でね、ちょっと先行きが不安なのがですね、今いるこのサクヤとレミリアの2人がいるんですけど、この2人さ、レベルが低いのよね、すごい。だからちょっと困ってますね。え?もうさ、俺の20金返して。ね、この10円がもう間違えて2つ多く買っちゃった時のこの謎の感じね。さ、西の洞窟をさっさと抜けたいけど、抜けたいけどなんかいろいろあるね。なんかやり込み要素もやってくれっていうご意見結構いただいてるんですけどね。どうやってやったもんかね。全然ね、知識がないから、その、ボスがどこにいるとかも全然わかんないですね。お、武器交換切符いいですね。これなんか怪しくねえか。これ何もないのか。あ、鶴橋ですね。あ、わかったわかったわかった。これで、ちょっとダンジョンっぽくなってきたね、だいぶ。今までの自然とちょっと違いますよね。これで多分、ツルハシで。え、お得意のスペルカードでは吹き飛ばせないんじゃないかな。うん。あ、なるほどね。落盤を壊すために落盤、あ落盤を壊すために、スペル使ったのに、さらにそれで落盤を落としたら意味ないもんな。よし、ツルハシで。え、マジで。レイム、これは怒るわな、さすがに。でもさ、これ、つまり正規ルートってことだよね。ぜえ、はあ、そんなに疲れた後ね、いくらやっぱりレイムとて女の子ですからね。少女ですよ、少女。何のスペルカードで吹き飛ばそうと思ったことか。ミコ様ありがとうと祈りながら通りなさい。ありがとう、レイム。おかげで通れるわ。今度、永遠亭の診察、無料券1枚あげるから。宴会でパーにしたお酒、これでチャラにしてあげる。え、あ、う、うん、どうも。あれ、こんなに素直だったっけ、こいつら。素直にお礼を言った方がレイムが困ると思っただけなんだけれども、いや、わかんない、意外とレイムもこう純粋だから、それのストレートな攻撃には弱いのかもしれないね。レイム好きの皆さん、こういう告白方法ですね、心得といた方がいいですね。これもハッチャンのおかげかしらね。素直に弱いっていうのが分かったのは。なるほどね。まあハッチャン素直で純粋だからね。こっち側特に何もないのか。じゃあただじゃあこれはツルハシを取るためにあの空間は存在したんですね。じゃあ奥行きましょうか。はい。おっ、バカ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 、メラゴースト、メラゴースト。この左奥の方がなんか怪しいよね。ちょっと寄っていきましょうか。なんかね、俺幻想の果実も実はだいぶスルーしてるっぽいんですよね。あー、これツルハシがいるタイプのやつね。うん、なるほど。じゃあこっち側通って、まず階段上上がって、ツルハシどっかから、あれですね、取ってこいって感じですね。万能治療薬いいですね。あれでもツルハシなくね?あ、そういうことか。一回のツルハシであれ何回でも使える効果があるんですね、おそらく。なるほどなるほど。あ、朝しげ折れた。レイムの腕とともに、なんだこれ、読めねえよ。うん、なんとかの発言しない。鶴橋折れちゃったのね。まあここは通れるし問題ないわ。他に落盤が起きてたら大丈夫。私の運を甘く見ないことね。おお、てか直感でそもそもどうにかなるだろう、レイムだったら。まもうこれは最高だわ、マジで。私の運を甘く見ないことね。やべえ、やべえ、このサクヤさんのこの笑顔がさ、某MM ダーさん、サンゲス生の動画上げてる人のサクヤっぽいわ、すごい。私の運を甘く見ないことね。やべえよ。これ、コウマ館の投手か、これが。私の運を甘く見ないことね。私の運を甘く見ないことね。これ多分さ、冷戦だけ襲われるパターンじゃね?ウサギ、あんたは許され。ほらな、大体もうね、俺自然の流れ掴めてきたわ。なんで私だけ?はい、はい、少女お仕置き中とね。なんとなく自然の本当展開ってね、こう、面白いですよね。しっかし、まだあったのね、落盤。もう乗り越えちゃえばよくね、飛べるんだからさ、あんたら。鶴橋はもうないし、やっぱりスペルカード、不夜城レッドくらいやってもいいけど、あんたは私たちをどうするつもりなのよ、却下。じゃあどうするの?別ルートを探しましょうかね、そしたら。そうだ、降臨堂に行きましょう。凛之助さんなら、岩を掘る道具くらい持ってるかもしれないわ。あったとしても使えるのかしら。まあ怪しいわな。他に手段はないんだから行くしかないのよ。洞窟を飛んで越えるというさ、俺の発想は間違ってるのかね。まあいいでしょう。素直にレイムさんがそのように提案されるのでございましたら、そのように進んでいくのしか。はい、無事にノーダメージで撃破することができましたってわけで、さっさと進んでいきましょうかね。もうもう厄介。こういう敵のエンカウントするとね、もうね、ちょっとね、
あのなんか編集をするときに1分ほど時間多く取られてしまうのだ。さあ、じゃあ降臨堂行くね。魔法の森だよね。ですよね。だよね。ですよね。なんなんだよ。お、井戸がありますね。怪しいぞ。入れないのか。もう一瞬俺さ、このさ、なんだっけ、梅雨の時期に咲くこれなんていうの、アメジスト、それ宝石だな。なんかあるじゃん。それ、あれだよな、一瞬悟りに見えたんだよな。これなんだ、フクロウか、タヌキか。顔が、いや、そんだけのためにこれ設置しちゃったのか。あ、ツルハシあるじゃん。もらっていっていいかな、これ。さあ、トキコさんがいますね。前回のパートでね、トキコの名前が出てこなかったんだよね、そういえば。あの、頭の中で漢字だけ出てきて、これをトキと読めなかったっていうあれよ。え、何の用？お客に対する態度がなってないわね。人のこといきなり退治しようとした人にとやかく言われるなんてね。忘れたわ。それより凛之助さんは見てわかんない、まあ、つまりいないっていうことでしょうか。冷静、お前何やってんだ。質問に質問で答えるのは感心しないわね。でも幻想郷は皮肉を皮肉で返すだろ。ねえ、私より付き合い長いんでしょ。だったら 店番を任せていたらどういうことか見当がつくでしょう。留守なのはわかってるわよ。だからどこに行ったのか聞いてるの。さあね。何よその顔。お前なんか嫌いだって顔。まあそういうわけだからさっさと帰って。本読む邪魔。まあいいや、店番任されてるならあんたでも。岩を壊す、なんだ、岩を壊すような道具ってないかって。そこにさっきツルハシあったよね。お得意のスペルカードで岩ごと吹き飛ばせばいいじゃない。それができてればこんな店には来なかったわよ。頼っておいてこんな店ねえ。まあいいや、それ出せば帰ってくれる。どれだけ本を読みたいのよ。まあ、それだけトキコさんは本が好きなのではないでしょうかね。誰かさんのせいで私のものじゃなくなっちゃったからね。わかったわかった、ほれ早く出して。岩を壊す道具ね、やっぱりこのあれですよ、見えてるやつですよね。よっと、何これ。削岩ドリルって書いてあるからそれっぽい。でもどう、これどうやって使うの。さあ、使えそうなやつにしてよ。幻想郷に入ってくる、流れ着くものって基本的に現代で忘れ去られたものみたいなこと、あれはどうなんでしょうね、設定なのかな。なんだけど、削岩ドリルってのは現世から忘れ去られたものなのか。じゃあこれ何、この金属の棒。タービン、用途は刃を削る。だって削れるなら岩もいけるんじゃない。いや、それはちょっと無理だと思うぞ。でもこれ小さすぎ。これじゃあいくら時間かけても終わらないわよ。結局使い方もわからないし。とにかくまずは使えそうなやつにして。使えそうっていうのがこの店で一番難しいんだけど、それな、あの凛之助が使ってるものだぞ。みんな考えてみようぜ。さて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 、じゃあこれは。さあ、それで出てくるのはこれのみじゃない。確かに岩を削れるし使い方もわかるけど、岩を壊したいのよ。のみのみ、どっちだろうね。ああもう何出しても文句言う。んねえ、あれどうしたの。ん、ああ、あれは私が無縁塚で拾ったので、売り物多分違うと思う。じゃああれ、あれにするわ。違うって言葉を聞き取ってよとね。いいじゃない、いらないでしょ。そんなこと私にわかるわけないでしょ。それに売り物だったとしても、いや、なんで。欲しがるってことは価値があるってことでしょ。そうやってあんた私の本を奪ったじゃない。これは東方こう、え、なんだっけな、降臨堂かなんかのあれかな、書籍版のお話なんでしょうかね。多分詳しい人は知ってるんだろうね、これを。ぐ、あ、ダメですね、ちょっとレモン お怒りですよ。そんなに欲しい、どうせくれないんでしょ。その代わりあの時は私が悪かった、ごめんなさいって言ったらね。ここで暴れてみな。後でこっぴどく怒られるのはあんただから。わかったわよ。勝手に持っていくわ。暴れられないのはあんたも同じだものね。やれやれ。はい。どうしても謝るのが嫌な巫女さんって感じかな。しょうがない。暴れられたら後で怒られるのは私だし。ん、長生きするわよ、あんた。そこは素直にありがとうとか言うところじゃない。いや、それを幻想郷は素直じゃないんですよね。ありがとう、感謝はしないけどね。気持ちも少しくらい込めたっていいでしょ。本面白い？うん、それはもちろん。さて、それじゃあ行くわよ。おお、イクさんのね、羽衣を手に入れた。え、それが使い物になるのか？意外だな。そこはかとなくマリサの匂いがする。霊夢、お前はヤンデレじゃないんだから。しかも奥に行けないという謎の設定。掛け軸なんて書いてあるんだろう。ラスベガスって読み方で合ってんのかな、ですね、多分。時計なんかいろいろこういうのがあると漁りたくなりますよね、すごく。さあ、じゃあ一回出ましょうか。どこ行きましょうかね。とりあえずこれで多分西の洞窟は突破できると。あ、いやちょっと待ってね、いいのか。じゃあとりあえずどうしようかな。まあちょっと短めなんですけど10分一応あるんでね、今回のパートじゃあここで区切りたいと思います。あんまり話進まなかったね。
多分次回西の洞窟突破して西の北里の方を越えられていけたら、越えられていけたらってな、越えていけたらいいのかなというふうに思います。というわけでね、じゃあ今回のパートもご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。ではではまたね、バイバーイ。